本日は寒い中お集まりいただきありがとうございます。先ほど純駆動書店の、7時頃のアナウンスか何かで、新書としては記録的な厚さのボリュームの本だというふうにアナウンスがされてました。確かに1世と2世並べるとこれぐらいなんですね。ボリュームもさることながら年数も非常にかかりました。13年という年月がかかっています。今集英社の担当者の落合さん、それから一世の時の監修編集の小熊さん、それから木村さんは一世の時二世の時の、ライターとして加わってくれました。私は一世二世の関東のエリアの方の事務局長を務めた小澄です。それぞれ、自己紹介も兼ねてお話をこれからしていただきたいと思うんですけれども、一番最初にもう本を読まれた方はある程度この本ができるまでの経緯というのが巻末の方の提談に書かれているのでお分かりかと思うんですけれども、ちょっと簡単に、在日一世からの経緯を小熊さんからちょっとお話ししていただきたいと思います。はい、私が小熊英二です。で話は2003年ぐらいのことだから始まります。で当時こちらにいらっしゃるその集英社のですね、落合さんという編集者の方と、多少お付き合いがありまして、でそこの中から出た企画でした。で最初はですね、私とその菅三順さん、が対談をいたしまして、でその後菅三順さんと何か企画が作れないだろうかみたいなことを、落合さんの方から、ご示唆があった時に、でいっそのこと、私と菅三順さんを中心にして、在日の一世の聞き取りみたいなことができないだろうかというようなことをですね、私は申し上げたように記憶しています。というのは、私はその歴史をやっておりましたし今でもやっておりますから、そういう一時的な聞き取り資料というのは大変貴重なものだと思っておりましたし、また在日の歴史というのは意外とこれはその、きちんとした歴史というのがですね、少ないんですね。個人の回想記やなんかはあっても、あるいは組織の立場から多少書かれた簡単なものはあっても、日本の在日社会全体のものというのはほとんど実質少ない、そういう中でとにかく、一世の方々はもうご高齢であるから、聞き取りはこれは急いだ方がいいということで、企画をしようじゃないかということを申し上げたわけです。で落合さんが苦労して会社の中で通してくださいまして、いろいろなご苦労が終わりになってですね、でその後で私がですねちょっと欲をかきまして、聞き取り作業とそれから一種の、時代の育成みたいなことを兼ねようとしたわけです。それはその主に在日の人がいいんだけれども、若手の人にですね一世の聞き取りをしてもらって、でそういうその若い、3世とか4世とかが話を聞いて、でそしてまたその人に在日の歴史を踏まえた、ものを書いたり研究をしたりする人たちになっていってくれればいいんじゃないかというようなことで、数人心当たりもありましたから、そういう人に声をかけてやろうとしたんですけど、何人かやったところで挫折しまして、やはり皆さん慣れてなかったということもあってですね、研究会も兼ねるような形でやっていたんですが、どうも最終的に私が、いつも話を聞いているみたいな形になってしまったものですから、一旦頓挫した後、小澄さんとそれからこちらの、一世二世の方にも関わっていただいている紅茶屋さんの方にご相談をいたしまして、でそれまでの経験のすでに終わりになる、在日の取材をなさっている方々に取材をしていただいて、そのネットワークで一世をどんどん聞いていくということもやって、一世の方はまとまったわけです。それが2008年でした。でその後、割合自然な流れで2世も作りましょうということになりました。これができたのはやはり一重にその落合さんの頑張りですね、こんな企画外れの企画をですね、やはりその会社の中で通すのは非常に大変なことでありますし、またそこそこまあ売れたものですから、なんとかこれならいけるんじゃないかということになりまして、2世も作ろうということになりました。
で震災と原発事故があったりなんかしてちょっと頓挫もしたんですけれども、今度は一世の時に、できた陣容、まあ、コーチャネさん、コースミさんを中心に、それから、まあ、すでに慣れていらっしゃるライターの方々を中心にして、進めていくということができたわけです。まあ、それが作った経緯ということになります。よろしいでしょうか。今簡単に経緯を話していただいたんですけれども、主演者の落合さんの方からも何か一言、その経緯何かあったら付け出すことあったら。いえ、特に、もう小熊さんが簡潔におっしゃっていただいたんで、それ以上はほとんどないんですが、まあ、一応その初期の勉強会もですね、それなりに、まあ、成果がありまして、まあ、何本か随分小澄さんとかですね、こうちゃんさんの、まあ、ある意味その過失というか、その追加の取材なんかも含めて実現した記事なんかもございます。で一応その一本一本の記事っていうのは、主人公があくまでもその語り手である在日の1世の方、2世の方なんですが、やっぱり伴走してずっと、付き合って粘り強くその聞き取った、まあ、しかもその在日の方も、まあ、ライターとしては中心なんですけど、ここにいらっしゃいます木村幸彦さんのようにですね、日本人のライターの方も何人かすごい戦力になってくれまして、在日の、まあ、ある意味歴史と文化について非常によく理解して寄り添って、まあ、その成果でなんとかここまでできたかなというふうに思っております。とりあえず木村さんからも本当はもうちょっとその次のテーマの在日とは何かっていうところでちょっと多く語っていただきたいんですけれども、木村さんからも何か自己紹介を兼ねて一言。皆さんこんばんは、木村です。まあ、経緯というところでお話しさせていただきますと、ちょうど2003年、落合さんと実は僕は終わらぬ民族浄化セルビア・モンテネグロという、旧ユーゴスラビアの、コソボにおける、まあ、ほとんどもうそのコソボが独立に向けて、アメリカがもう承認していくぞという流れの中で、コソボがもう和平頂点を迎えて国連統治下で非常にこう平和になっているという一般的な認識の中で、いやそうじゃなくて約3000人以上の人たちが、迫害されて弾圧されて殺されているんだという心象を、実は書いてたんですね。でまあ、だからその当時ちょうど鈴木さんだよね、道彦さん、だから大変同じ感じだったんですけども、なんでその、足元を自分はちゃんとまだ見てないなということで、コソボやボスニアのことを書きながら、日本国内におけるまさに当事者としてのマイノリティのことをこれからやりたいなと持っていた、まあ、それはもう当然在日コリアンのことだろうと。で自分なりにいろいろ調査したり取材したりしていくときに、このお話をいただいて、ぜひじゃ あのやりましょうと。またタイミングいいことに鈴木道子さん その、新書も出て、なんかそのすごく僕自身も励まされた感じがして、で、まあ、在日一世の記憶の時は、ペチョンさんでしたね確か。この方がまた非常に興味深い方で、旧満州出身の朝鮮族の方で、当時の、まあ、いわゆる中国では偽満州国の奉天一中、そこから金沢の志向へ行き、京都大学へ行き、特攻警察に捕まってもう殺されるかという時に幸福節を迎えて、朝連を作り民選、総連と、まあまだ本当に90歳以上で、これがご縁でたまに神保町で餃子を一緒に食べたりしてるんですけど、まあ、2世もやるというところで、じゃあぜひ続けていきましょうということで、広げさせていただいたという経緯ですね。はい、今簡単に皆さんに経緯について話していただいたんですけれども、まあ、こちらのところの提談にも書いてるんですけれども、在日2世をやらないかっていうふうに、強く声をかけてきたのは、まあ、今日いらっしゃらないコーチャヌさんだったんですね。で2世っていうのは在日のパイオニアだから絶対に記録する必要あるんだよということを落合さんの方にメールで最初投げかけてきて、で落合さんの方から
私たちの方に2世の企画について、話してみましょうというような形で2世が始まりました。ただ同時に同時期在日取材した1世の方たちがバタバタとというか続けて亡くなるっていうことが多かったんですね。で2世の方も幅広い年齢層で、このままいったらおちおちしていたら2世の方たちも記録は取れないんじゃないかっていうことが多分あと押したんじゃないかと思います。でそれで2世の方に、まあ、取材にかかろうという形になったのが、実際かかったのは、声がかかったのは2010年なんですけれども、実際取り掛かりは10年の10月7月か10月かそれくらいからでした。でただ2011年っていう年にかかって、まあ、東日本大震災があるっていうのが、かなり関東地区というか、こちらの東側の地区においての混乱というか、なかなかどう取り掛かっていいかわからない、今取り掛かれるかどうかということで、ちょっと沈滞していったような時期だったような気がします。でそこのところは落合さんやきもきされてたと思うんですけれども、そうどうだったんでしょうかね。まあ、僕というよりもですね、やっぱり関西の方にいらした紅茶乳さんの方がなんかイライラして連日メールを送ってくるんですね。で一体何をやってるんだみたいな感じでですね。それで、まあ、向こうの方は比較的そのテレビの映像とか、まあ、あるいは当然その親族友人の方も東にいらっしゃる方もいるんですけど、体感としてどういう感じになってるのかっていうことがちょっとなんていうかな、差があったというかですね。でだん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 、まあ理屈ではその理解してくれてですね。でその半年1年ぐらいは随分遅滞したっていうようなことはあるんですけど、僕はそんなには焦ったりとかはしてませんでした。よかったですで次のテーマというか、まあ、今経緯についてちょっと簡単に触れましたので、手段の方で最初在日1世の記憶から始まり在日2世の記憶になったんですけれども、在日という存在について、在日とは何かということがそれぞれ結構テーマとなって話し合われたような気がします。それぞれの立場で思うこの在日ということがあったかと思うんですけれども、小熊さん、この在日というその言葉あるいは在日という存在について何か一言いただきたいんですけれども。まあ、これは私その後ろについている提談、つまり私と紅茶乳さんと小澄さんで話した時の提談にも言ったことですけれども、日本における在日という言葉あるいは在日という概念は主に在日コリアン2世のものだなというふうにお話はしました。というのは、まあやはり1世の聞き取りをし、それから編纂をしていて一番思ったことというのはですね、彼らは朝鮮人なんですね。在日という以上に別にたまたま日本にいて日本にいざるを得なくなったけれども、基本的には朝鮮人です。でだけれども2世というのは、まあ、在日朝鮮人と自分たちを呼んだらいいのか、在日韓国人と自分たちを呼んだらいいのか、在日コリアンと呼んだらいいのかというところに論争があるという制約があったということを加えてもですね、なおかつ在日なんですね。自分たちのことを朝鮮人とか韓国人とかコリアンとか言い切るには多分自分自身でも戸惑いがあるというそういう人たちですから、だけれども日本人じゃないだろう、じゃあなんて言うんだってことになってくると在日っていうのが消去法的に残っていった言葉なのかなというふうには思いました。ですから、おそらくこのイメージは1970年代から80年代ぐらい、具体的に言いますと、やはりその戦後すぐぐらいに生まれたちょうど団塊世代ぐらいの、在日2世の人たちですね。まあ、1世の人たちがやはりその戦前に渡航してきた人たちが中心ですから、
やっぱりこれで聞き取っても1930年代ぐらいの生まれの人、年代ぐらいの生まれの人もいますが、やはり日本の団塊世代とほとんど重なっている人たちが多いわけです。でその人たちが成人してくるのが大体70年代から、まあ、遅い人たちで80年代ぐらいになって、でその人たちが20代30代の時に、自分のアイデンティティに迷っていろんな活動をしたり、芸術的な活動をした人もいれば政治的な活動をした人もいたし、あるいは自分の、生活の糧を切り開くためにいろんな努力をしたり、スポーツや芸能の方に入った人たちもいるわけですけれども、そこで作られた概念が日本人ではないけれども朝鮮人ではないしというような意味合いでの在日というイメージだったと思いますね。そしてまたその頃がちょうど日本においては、外国人、日本にいる外国人の問題とどう向き合うかということが、大きな問題になってきた時期でした。特に80年代の半ばぐらいから難民条約を批准したり、シモン・オーナスの問題があったりということがありましたし、またそれまで移民をどちらかといえば送り出す国だった日本に移民が入ってくるという、1950年代ぐらいまでドミニカとかに移民を送り出してたわけですから、日本人口過剰で入ってくるという段階になってきたときに、外国人とどう向き合うかという問題が80年代の半ばぐらいから大きくなってきたときに、また、そういえばというような形で、あえて言えば日本社会にとってみると、昔からいる、外国人たちがいると、で彼らは何を考えているのかという問題が改めて浮上した。その時に、外国人ではないけれども日本人ではないというような形での在日というありようのアイデンティティなり、法律的な存在の位置なり、社会的な存在の位置なりということが目立ってきた、そこで作られた概念でしょうね。ですからそれを作ったのは1世ではなくて2世でしたし、おそらく3世や4世の問題意識とはかなり違ったものだったろうと思います。それはこの本を読んでいてよく分かった点の一つだと思いますし、また自分で編纂していてよく分かった点の一つです。この本のタイトル決めるときも確かいろいろ迷いがあったような気がします。在日朝鮮人とするのか、在日韓国人とするのか、在日コリアンとするのか、在日とするのかって、まあ結果的にこの在日というところで落ち着いたんですけれども、まあ木村さんは在日のいろいろなスポーツ選手とか、もちろん張本さんも今回取材されたんですけれども、木村さんが思うところのこの在日という存在についてちょっと何か一言。そうですね、さっきも少し学会の方で話をしてたんですけども、いわゆるこれは小川さんも言われてたんですけども、他のいわゆる移民の人たちとの大きな差異というのは、いわゆる、まあ、ニューカマーという言葉がありますよね。もともと住んでいた、まあ、まさにそれは2世の頃から始まると思うんですが、生まれ育ちが日本ということから、後から入ってきた、例えば韓国から入ってきた人たちをニューカマーという言い方をする。でニューカマーとオールドカマーというところで考えたときに、他の国の人たちとやっぱ違った大きなギャップがある。これはやっぱりすごく歴史的なものがこう背景として横たわっているのではないかと、いわば、まあこれはもう一世の時代ですけれども、公民化教育、それから、まあ創始改名によって名前と言葉を奪われて、その後、まあ、戦後、いきなり、前たちは外国人だと言われて、あらゆる権利を剥奪され、でそれで、まあ、なおかつ日本でどう生きていくのかというところ、まあ、当然ながらこれは入荷マン、後から入ってきた人たちと全く違った経緯ですよね。そこからまず自分たちの権力どうやって獲得していくのか。だから2世の歴史は、これ、まあ、僕読んで改めて思ったんですけども、いわゆる運動の歴史を体現されてるって方がかなり多い。それはもちろん直接的な運動もそうなんですけども、芸能であったりアートであったり、もっと言うと張本さんにしても、彼は野球というところにおいて権利獲得していくんですね。これにも書きましたけども、張本さんが浪速商業高校から、当時はドラフト制度がないんですけれども、東映フライヤーズに入るときに、外国籍選手の枠っていうのは、とにかくゼロだったのかな、外国人選手取らなきゃいけないとっていうときに、東映の政治力で、日本国籍を、まあ、当時難しかったと思うんですけれども取らせてやると、
いう話をしたときに、晴本さんはお母さんに話すわけですね。あの会社がこういうことを言ってると。お母さん激怒するわけです。一世のお母さんです。そんなこと言うんだったらお前はもう野球なんかやめてしまえ、国を捨てるのか民族を捨てるのかっていうところで、有本さんはその時、東映の社長だった大川博さんに、話をしに行く。大川さんは、戸惑うどころか、いやお前のお母さん立派だと、ということで、大川さんは今度はね、セントラルリーグというかプロ野球機構に掛け合うんですよ。日本の学校を出たとき、その2世においてですね、出た選手に関してはこの枠を適用するのは除外しようじゃないかと。だから張本さんはその、まあ、第1号なんですね。で残念ながらね、まだ朝鮮学校一条校以外の選手はおそらく、その資格を取れというのがプロ野球機構、これ J リーグもそうなんですけど残ってるんですけども、日本の学校に通っているという在日コリアンの人たちはあのドラフトでもそれから、自由枠でも以降はもう全く問題なく入れますよという、つまり、直接的な、例えばこれにも出てきます官民党であったり官制党であったりという運動のみならず、それぞれの現場で権利回復を勝ち取っていくというのがまた2世の生き様、これは子供と子供などと関わらずそうせないとやっぱ生きていけなかった時代じゃないかというのを、まあ、現場でこう、取材しながら改めて感じましたね。ありがとうございます。小熊さんも木村さんも日本人なんですよね。私は在日朝鮮人3世です。で、まあ年齢的には3世とは言ってもどちらかというと2世のメインの方に近いような年齢なんですね。だから私は多分その在日という言葉のニュアンスというのは別な形での受け止め方を私しているんじゃないかなっていう気がするんです。それは私自身が生きてきた私63にちょっと前になったんですけれども生きてきた家庭の中で大人たちが使っていた自分たちの存在を規定するっていうか、自分たちはお前は何者だという時に、子供の時は朝鮮人だというふうに言われて、そうだ私は朝鮮人なんだって思って、でもその時の、60年代、ぐらいですね、60年代ぐらいまでは、70年代ぐらいまでか、親たちはいつか親は2世なんですけれども国に帰るというふうに思っていたんです。だから、祖国は本国、統一した本国にあるというふうに思っていて、いつかそこに帰るし、お前たちも子供たちも帰るんだと。その時はずっと朝鮮人だったんだと思います。それがだんだん本国の状況が、分断がもっと過酷になってきた状況の中で、どうやら帰ることはできないぞと思い始めた時に、まだ親とか、まあ、一世の、祖父母たちは生きていましたから、墓は絶対に日本には作らないずっと言っていたんですね。ところがこれが、70年80年90年になるにつれて、なかなか行き来もできない、分断している状況も深まるという状況の中で、墓も日本に作らなきゃいけないかもしれない、今後もしおそらくこのまま日本にいざるを得なくなかもしれないと思い始めた頃に、ようやく在日ということが、自分の中でこう見ざるを得なくなったという気がします。だから私にとってこう在日というのはこう規定されるこう存在というよりも、自分自身のいる場所がここなのかなと思い始めたことと在日という言葉が結びつくというような感じします。だからちょっとこう同じ在日ということでもニュアンスが違うし、それだけではなくて、あなたは何者かというふうに日本人に問われた時に、私は在日朝鮮人3世ですって言った後に、たくさんの説明が必要な存在だということがすごく重くのしかかる。そのことの説明をしなければいけない状況に対してしんどいなと思うのが、もしかしたら私だけではなく日本にいる在日朝鮮人の、多くのありようなんではないかなっていうか、言葉に出さないありようなんではないかなということを感じています。
ちょっとあの在日という言葉についての在日性についてはちょっと違うんですけれども、まあ、そんなことを考えました。落合さんなんかもこの間ずっと在日に関わる人たちいろいろな取材とか、取材というかあの本の企画とかで関わってきたと思うんですけれども、落合さんなりにこの在日という言葉存在についてはどういうふうに思われます？あ、そうですね、まあ一番大きかったのがですね、僕が新書編集部に、まあ、異動になったのが2001年の2月でですね、ちょうど16年前なんですよ。で、まあ、丸16年間新書編集部にいて、まあ、いろんな本を作ってきたんですが、一番最初期の仕事にですね、たまたま縁で菅三順さんとお仕事することがありまして、ナショナリズムの克服っていう、まあ、対談新書ですね、当時それなりに話題になってですね、そこから菅さんとしても実はあれが一番最初に1万部以上売れた本というですね、それまで4000部とかですね、それ学術書の世界の人だったんですごいびっくりして、それがまあ僕と一緒にずっと仕事をするようになったという経緯なんですね。でちょうど小熊さんとまあなんていうのかこの相談をしたのはまさに菅さんとのお付き合いが始まって1年か2年かそれぐらいの時なんです。でお恥ずかしながらまあまあ教科書的なある意味その歴史的な知識として在日の方の存在っていうのはやっぱり存じ上げていましたし、そういう意味で考えたこともあったんですが、やっぱり一人の在日のまあしかもかなり特殊な経験の、ある方と深い、付き合いをするようになったところで、そこから在日について考え始めたっていう感じなんですね。ですから小熊さんのように僕もそのなんていうかな、日本人ですし、木村さんのように日本人ですし、でもお二人のようにその深い知識があらかじめあるわけではなかったので、一個一個の本を作りながら考えていったというようなそういったことなんです。ただ、自分自身の、在日という存在に関する3つの仕事っていうのがありまして、1つがこの在日1世2世の記憶という、まあ、オーラルヒストリーの、仕事、それと菅三順さんとの一連の仕事、それとあとそのさっきですねちょっとお話に出た、プルーストの翻訳者の鈴木道彦さん、これは鈴木慎太郎さんという、まあ、日本のフランス文学の研究者の、まあ、第一世代で大変高名な方なんですが、その方 の、 ご子息といいますか、でもその世界的なプルースト研究者で、まあ、初めて日本でプルーストの失われた時を求めての個人前訳を出されたという大変な知識人の方なんですが、その方がですね1960年代か70年にかけて、まあ、禁忌郎裁判のですね特別弁護団のまあメンバーとしてずっと裁判に関わり続けたんですね。でそれはまあかなりしんどい支援活動で、最終的にはその禁忌郎さんとの間も決裂するというようなことも正直にまあその顛末を越境の時、1960年代と在日というような本で、まあ、書き残してくれたわけです。ある世代にとっては在日という存在っていうのはなんていうかこう、知識人としてもう思想的に課題としてまあ良心的に生きるのだとすれば、当然関わらなければ取り組まなければいけない最大の課題の一つっていうような時代があったんだということを鈴木さんの本で学んで、それは木村さんも随分お褒めいただいたというか、そういった仕事です。そのあたりのことをまあ編集しながら勉強して、でもまだ答えがちょっと出たような出てないようなというような、そういうような考えでおる次第です。